カリンちゃん、おはようございます。おはよう。毎朝早いね、葵。朝食やお弁当の用意があるから。すごいよね、葵は。料理の手際とか魔法みたい。カリンにもやれればいいんだけど、あいにくそういうことはできないみたい。ごめんね。ううん、カリンちゃんもこんな朝までお仕事大変なんだね。ほんとよ、ノリと勢いだけで始めちゃったけど、よく考えてからにすればよかった。夜中でも平気で呼び出すわ。人遣いは荒いわで、ほんとたまんない。あ、今のなんかダジャレみたい。ウケる。ドジョル。だからほら、最近カリンの仕事で起きてる。モデルのお仕事で何かあったんですか？モデル？あー、そっかそっか、そっちの話か。そっち？なんでもないなーい。さーてと、じゃあカリンはちょっと一眠りしてこよっと。あ、そっちはアサヒくんのお部屋ですよ。うん、知ってる。あー、また怒られちゃうのよ。次回、恋愛フロップス第6話。玉がね、ちんも延長大丈夫そう？